ございます。つーもさん、ありがとうございます。前髪が分かれる。おはよう。で、さっき言ってたこと、寝癖はついてないけど、ありがとうございます。おはよう。今日はあ、じゃあどうだろう。そうね、目開いてます。おはよう。今日の寝癖毎日変な寝方せんよ。もっくんさん、もっくんさん、たくぼうさん、ダムノさん、ありがとうございます。おはよう。髪のコンディション本当。おはよう。おはよう。顔は起きてますね。チャーミーさん、ありがとうございます。ツイッターフォローありがとう。お願いします。おはよう。めっちゃ眠い。あら、おはよう。光がいい感じに当たってる。本当？おはよう。60人くらいの声が聞こえた。そんな多かった今。おはよう。面白い。今村美月配信中みたいなの。ああ、どうやってやるんそれ。確かに端末2個。最近朝強くなった？ううん、そんなに。フォローしてありがとうございます。おはよう。メイクしてないけど美人ではないです。ツイッターに消したらできる。うん、ない、マークない。前髪短い。やっぱやだな。学校行く準備するね。バイバイ。バイバイ。頑張れ。唇、なんで唇が。おはよう。ちょっと頭上がった方が。どういうこと？前髪切ったの。うん、かのんちゃん面白い。ツイッターフォローしてありがとうございます。うん、誰だろう。カタンごと言ってますね。ももさん、ありがとうございます。おはよう。いってらっしゃい。前髪いい感じ。本当？
りょうたん、ありがとう。おはよう。そう、ツイッター始めたの昨日。昨日です。今日はね、そろそろ今日ツルツルってよりサラサラって感じ。おはよう。デサイサートさん、しばっちさん、ありがとう。朝のツイートあるかなって、ああ、そうしようかなって思ったけど、どうしようって思ってやめた。今日受験です。ああ、ともちゃん頑張ってください。頑張れ、応援してます。おはよう。今日好きです。なんでデブニアさん、ダムナさん、ありがとう。おはよう。今日寒いかな、そんなに。ありがとうございます。結構毎日好き、ありがとう。みっくん、ありがとうございます。ショールーム始める前にショールームの宣伝兼ねてツイートしたら、おはようって。ミラニスタ19号さん、ありがとう。そうね、今日は後ろがクローゼットじゃない、そう今日は白。おっ、トミーさん、よいしょ。誕生日センスをします。トミーさん、お誕生日おめでとう。早く聞こえますよね。電池とか変えてるの、電池変えれんよこれ。なんか早くなった。おはよう。今日夜配信できませんので、朝で終わりです。 Thank you。センス2個持ってるから大丈夫だよ。あの遠征用と自宅用。おはよう。そうそうなんよ。マジか、今来てよかった。そうそうそうね、昨日言っとけばよかったんですけどね。夜勤頑張れ。ツイッターフォローしてありがとうございます。何をつぶやきましょうか、ね、え、
わさびいまさん、ありがとう。今何時だろう。デブニアさん、ありがとう。お、お仕事いってらっしゃい。こいつ。ツイッターフォローして通知オンにしたよ。本当。通知オンにしたら、ボボボボボンって言うかもしれない。リサイサートさん、ありがとうございます。わかんない、どうなんだろう、スタジオ用なのかな。俺誕生日や、みゆちゃん、みゆちゃん、みゆちゃん、お誕生日おめでとう。行きまーす。お、よいしょ。みゆちゃん、おめでとう。11月14日、昨日、おめでとうございます。今日変な夢を見た。デイジーさん、ありがとう。朝配信は何時まで？30分まで。あ、変な夢？なんか、イシキンマシンさん、しばちさん、ありがとうございます。なんか、キクさん、ありがとう。8時がいいな。どうしよう、じゃあ8時までにしようかな。いや、外めちゃくちゃ天気、ほんと7時半までにしたいと思います。眠りやすいのか、なんか違う、あのね、途中からありがとう、いえいえ。たつきさん、ありがとう。ターザン、くんさん、ありがとうございます。夢の中で歌ったり踊ったりしてない、今日は。みち好き、ありがとう。おめでとう、誕生日。はぁ、あ、エリナさんおはよう。なっちゃん、ありがとう。うん、そう、今日はね、宇宙実験みたいな夢見た。なんかこの、なんかすごかった。はよ、宇宙服みたいなの作ってる会社の夢を見た。なんかそう、制作係が2個に分かれててみたいな、説明したら難しい。あの、7
下町ロケットみたいな感じだった。そう、黒雨さん、大輝さん、ありがとう。そう、なんかこの素材を使ってるとこうなったらここが溶けるから、ここはこういう素材を使わないといけないのはあなたの会社しかできないんですよみたいな。そう、ドラマの見過ぎ。そうなのかな。でもそう、どうだろう。わさびーまさん、ありがとう。ね、下町ロケットはね、前は好きだったんですけど、今はあまり見れてなくて、好きなんじゃけど見れてないんよ、まだ2話ぐらいまでしか見てない。そう、でもなんか制作チームが2つに分かれとってから、あの第一陣で活躍する人と第二陣がいて、なんか制作チームの人は、あ、違う、制作と営業みたいなあって、コボリンさん、ダムダさん、ありがとう。なんかさ、買ってもらえないと作らないみたいな感じで、それでなんかあんまり買ってもらえてなくて、営業の人たちはお仕事頑張ってるけど、その制作の人たちに仕事がなくて、あの営業がなんかお仕事もらえなくて、なんかもう私たちはいる意味があるんでしょうかみたいな、ドラマティックでした。そう、すごかった。なんかみちはあなたにしかできないって言われたら嬉しい？嬉しい、嬉しくないですか？今村さんは傍観者でした。お仕事行ってくるね、また明日。お、また明日頑張れ、お仕事。おはよう、今日はありがとう、欠かさず見よる。ほんと、そう、夢待ちロケットうまい、うますぎる。夢待ちロケット、そう、うん、社長とかじゃなかったよ。一着億単位、そうなんかな。おはよう。ちょっと何円かとかわからんかったけど、 Thank you。キクさん、ありがとう。明るくなってきた。ドラマ出たい、いつか。全力で会社ついた、全力で会社ついた、面白い、頑張れ。学校もすぐ始め、すぐ始まってしまう。あら、確かに、頑張ってください。太陽出てきた。うん、個人仕事何がしたいですか？でも演技したいな、いつか。今日見た夢にマイケルが出てきた。そうなのマイ朝の連ドラすごすぎ。ドラマ出てほしい。でもね、演技力があるのかどうかは分かんないですね。無重力体験したい、したい、わかる。他おすすめある？何の他おすすめ。今何おすすめしたっけ。もう少しでお仕事、頑張れ。
舞台出たいですね。ありがとう。無音で見てる方がかわいそう。なんで喋ったらダメってこと？うん。どんな役やりたいの？悪役。悪役したい。おはようございます。二度寝します。なんで？そらか。いやー。みちの演技めちゃくちゃ見てみたい。ほんと？どうだろうね。きょうちゃんありがとう。悪役のボスやりたい。ボス、そう、ミュージカルがね好きなんですよね。見るの好きだからやってみたいけど、でもやっぱ見るの好きだなってなるかもしれん。ゲンさん、わさビーバーさん、ありがとう。ボス感はない。ボス感ないですか？あるよ。そういうオーラを出すんよ。そう、どんな悪役だろうね。あの、どんな悪役がいいんだろう。ミュージカル面白いですよね。実は裏ボス。そう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 、それがいい。ボス感。広島弁面白い。広島弁はね怖いよね。菊池さん、わさびばさん、ありがとう。あのガチガチの広島弁だったらめっちゃ怖いよね。しばっちさん、ありがとう。あは、友達、主人公の友達なんだけど実はボス的な役。それはやだ。裏切りたくはない。裏切らない悪役がいいな。そう。真面目な悪役、なんかもう悪ですっていう悪役がいい。あの隠れた、君が敵だったのかじゃなくて、なんかもう元から敵ですみたいな。そう、正統派の悪役。そうそうそう、悪役の正統派。レ・ミゼラブル大好き。マレフィセント的な、そうそうそう、アリエルのあのタコの、タコ星人みたいなやつ。そう、前のめりのメリークリスマスさん、ありがとう。いいな、メリークリスマス。元から敵ですってやつ意外と味方になったりする。そう、シャン君ありがとう。それか悪役か、あの何がいいんだろう。何が良いと思います。
ヒロイン私が、おはよう。面白い、雑魚キャラいそう。しばっちさん、ミラニスタ19号さん、ありがとう。配信見てたら朝から元気出る。お、頑張りましょう。そうね、お仕事行ってらっしゃい。今日は高知でお仕事、頑張ります。お、四国、おはようございました。おはようございます。うん、アースラ、そうだアースラよ。タコ星人、話せる動物の役あれじゃ、あれじゃん、なんだっけあれ、なんちゃらとなんちゃらの、なんちゃら旅猫リポートだ。パンジェラモンスターさん、20世紀ともちゃん、ありがとう。アースラ、おはよう。28分や。難しいね。ホラー映画は嫌だな、怖い、怖そう。ありがとう、フォローたくさんしてくださって。行きたくない仕事行ってきます。行ってらっしゃい、おはよう。スランプくん、ありがとう。2回フォローしました。2回、天気、満員電車。気持ちを認めてしまう。おはよう。でも直接言葉にはしたくない。各駅停車。ハイトラブ、ありがとう。センチメンタルトレイン、いいですよね。二度寝してしまいそう。あら、起きて起きて。歌唱の選ばれるといいね。頑張ります、歌唱。いや、30分になった。シャワーしてないです。それでは誕生を読んでいこうと思います。いきます。あ、クラウメさん、ありがとう。いきます。13位、ピーシーズさん。12位、ドーグラスさん。11位、ソウさん。10位、セリアさん。9位、タケトさん。8位、タニリップスさん。7位、アモズさん。6位、ワサビーバーさん。5位、シバッチさん。4位、コーリーンピピーさん。3位、ツーモさん。2位、タダダダムノさん。そして1位はジャーミーさん。
とうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。今日はもう配信できません。ありがとう。そう。今日はもう配信できません。そして今日のラッキーナンバー22は、じゃじゃん、じゃじゃん、ライザンくん、イエーイ、ラッキーボーイ、イエイイエイ、ありがとうございます。今日夜配信できんけん、メール送って送ります。13位ドグラスさん、12位ソウさん、11位セリアさん、10位タケトさん、9位タニリップスさん、8位アマズさん、7位クラアメさん、6位ワサビーバーさん、5位シバッチさん、4位コバリーフィフィさん、3位ツモさん、2位ダダダダムさん、そして1位チャミさん、ありがとうございます。22位ヤッシーさん、ラッキーボーイ、ありがとうございました。はい、それでは今日も一日頑張りましょう。お仕事、学校、勉強、部活、バイト頑張っていきましょう。ファイトラブ、せーの、エリエリオー。はい、ありがとう。カメ頑張るさん、ありがとう。ファイトラブ頑張ろう。いえいえ、ツイッター何しよう、なんて書こう。フォローしてありがとう。それではまた明日、あのメールとかツイッターでお会いしましょう。配信はまた明日、バイバーイ、ありがとうございました。まだね。今日南そう生誕、石田南ちゃん、ありがとうございました。また明日、また明日。